小島シュートも絡んできます。ここはちょっと交錯、ホイッスルはなし。ボールを取った、中に送って一回落として亀田のシュートだ、決まった、ジェフ先生、亀田が決めました。亀田今シーズン初ゴール。14分の得点でした、ジェフ先生です。まあ、ファールとなりかけたんですけどね、はい、ここで熊谷選手が走ってこのダイレクトで最後冷静に、ね、流し込みましたね。小島選手の縦パスも良かったですし、この年も、ね、ダイレクトで落としたことによって、まあ、ボールになかなか、ね、突ききれなかったですね、水戸の選手たちはね。パスも横の動きじゃなくて、うん、こ う, うまく縦の出し入れを使いましたね、はい、そうですね、横だけじゃなくてやっぱりこう縦で幅を作ったところですよね、はい。水戸ホーリーホックは今シーズン初の試合。